チョッピーノはカリフォルニア州サンフランシスコの海鮮シチューの一種である。チョッピーノはイタリア系アメリカ料理と考えられており、イタリアの様々な地方の海鮮スープ及びシチュー料理と関係がある。チョッピーノの材料を伝統的にチョッピーノはその日に採れた魚介で作られるもので、サンフランシスコではダンジネスクラブ、クラム、エビ、ホタテ、イカ、ムール海、及び 太平洋で採れた各種の魚を使用するのが普通である。これらのシーフードを生トマトを使ったワインソースで合わせ、トースト、その地方のサワードをまたはフランスパンを添えて提供する。チョッピーノはサンフランシスコ近坊のノースビーチに入植したイタリアの漁師たちによって1800年代以末に開発された。チョッピーノが考案されたのは1880年代の ノースビーチのバーバリコースト地区で1865年に移住したアンコーナ出身の魚卸売業者アシル・パラディーニによるものである。もともとは洋上の漁船の上で作られる料理だったが、後にサンフランシスコに拡大したイタリアンレストランには欠かせない主要メニューになった。チョッピーノという名前はジェノバで使われていたリグリア語で刻む、刻まれたを意味する出品に由来する。 これは、その日取れた魚の残り物を刻んで煮込んで作ったことを表している。チュッピンは、リグリア州の伝統的スープの名でもある。これは、味はチョッピーのに似るが、トマトはチョッピーの、より少なく、その分地中海シーフードが使われる。他のイタリアの地方のシーフードシチューの素でもある。例えば、トスカーナのカッチュッコ、アブルツォのブロデット他である。 似たような料理は、ポルトガルからギリシャまで地中海沿岸で見ることができる。例えば、カタロニアのスケットデペシュ、プロバンスのブイヤベースなどである。具材のシーフードは殻付きで提供されることが多い。カニは殻付きのまま半割りか四つ割りで出される。したがって、チョッピーノを食べるときは、カニ用フォークや柄割りバサミのような専用の食器を必要とする。レストランによってはエプロン、おしぼり、 および殻を入れるための器を出されるところもある。俗に、武将者のチョッピーのと呼ばれる編集は、あらかじめ殻が割られているか殻抜きで提供される。ありがとうございます。